悟りの契機と鈴木大雪先生の五竜座家修行者のための優しい仏教講座鈴木大雪先生はその著書「全問答と悟り」において悟りの章207ページから208ページにかけて次のように説かれています悟りというものが出てくるまでには大章にかかわらず 高度の心力、集中がなくてはならぬ。悟りに出るまでには、心の鏡というか、あるいは意識の矢というか、それが徹底的に払拭せられて、何だ、雑念の地理がかからぬようにならねばならぬ。これは違うな。一刀、両断します。悟りの体験をする前には、集中というよりは、むしろぼんやりに近い状態があって、 そこで悟りが起きます。これが事実です。集中しなければならないような人間の計らいにこだわっているようでは。まだまだです。心の鏡に、塵が積もらないようにと説かれるあたり、人衆禅師と同じです。本来無一物と謳われた、六祖、江ノう禅師の境地に達しておりません。と言って賛同なさる方は、ごくごく稀れでしょう。 誰だって高度のとか心的集中とか何々しなければならないとか立派な威厳のある言葉が並んでいる方が好きですよねましてや東京帝国大学のご卒業で文学博士仏教禅にお詳しく著作に講演多数〇〇老子に参戦してとくればもう無敵でありますがそういうことには この青いレンゲ目が眩みません。こうしなければならないとかああしなければならないとか人間の計らいが届かない世界のことですからね。もっとも集中して余計なことを考えないようにすることは決して悪いことではないのですが集中しなければならないと考えること自体集中してない証拠でしょう。 悟りりはその先にあります集中したその先に悟りがあるのなら鈴木大拙先生が言われた通り集中が必要なんだと思われた方がおられるかもしれませんが悟りに集中は必要ありません集中しなければならないの言葉は初心者用の指導です心に塵が積もらないように払わなければならないの言葉は初心者用の指導です せいぜいぜ中級者ま犠牲と導です,善と欲すればすなわちたがう万慶陽卓禅寺悟りのエピソードの動画に出てきましたねここで仏教知識の点と点が結ばれましたら幸いですこのことで鈴木大雪先生の功績の輝きが損なわれるというものではありません 現に意目で見て悟られた方、霊雲、四言禅寺。耳で聞いて悟られた方、狂言、痴漢禅寺。鼻で嗅いで悟られた方、万慶、楊択禅寺。舌で味わって悟られた方、存じ上げません。体で感じて悟られた方、上上座。胃の働きで悟られた方、行山、胃弱禅寺でしょうか。 日がない一実春を訪ねて春を見ず条例踏み破る幾重の雲帰り来たりて試みに梅替えを手にしてみれば春は枝先にありて既に十分春を探る体液作る国相代の人というだけで詳しいことが分かっていません この一辺だけが一人歩きして、ごくに若干異なったものがあります。死の大意は、一日中、外を歩き回ってみたものの、春を感じることができなかったが、家に戻って、手にした梅の枝に春を見出したというものです。枝に芽吹いている蕾があったのでしょう。三十年来、剣をたずぬるのお客。 いくか,いか、花落ちまた枝を抜くひとたび10日を見てより後じきに女婚に至りさらに疑わずこちらは霊雲四言禅師が桃の花を見て悟られた時の詩です後藤改元霊雲寛歌または霊雲10慶徳伝統力復讐霊雲四言禅師。 死の大意は、この三十年間、あちらを尋ねこちらを尋ね、真実を求めて参りましたけれども、秋には葉が落ち、春には、また葉が芽吹くというありさまでした。しかし、ある時、桃の花を見てから後は疑うことがありませんというものです。霊雲、死言禅寺。三十年間修行をなされたと言いますから、 相当な苦労人ですある時山の麓で休んでおりまして人里に目をやりましたところ桃の花がまなこに飛び込んできましたおおここにあったじゃないか何度も見た風景同じようで同じ風景が二つとありませんすべてのものは現れては消えていく諸行無常の真理ですね あれが春なのか、これが春なのか、去年はどうだったのか、今年はどうなのか。あちらこちら、外を探しておりましたけれども、ついに見つけることができませんでした。家に戻って、疲れた体を休め、心を休めて、人間の計らいを忘れて、梅の蕾を見ましたら、ここに春があったというのが、大液さんの体験です。あるいは、よっこいしょ。 腰を下ろして一休み、人里の方を向いた途端桃の花がマナコに飛び込んできた。ああ、ここにあったじゃないか。30年間探し求めていた真実が、ここに、というのが四言禅寺の体験です。四言禅寺、あるがままをあるがままに、ご覧になられた。ご自分のマナコで、あるがままに見て、悟られた一例です。 悟りの体験をする前には高度の心的集中がなければならないと説かれた鈴木大雪先生でしたがむしろ体を休め心を休め人間の計らいを忘れた時風と力が抜けている時に悟りがやってきております次は有名な狂言「痴漢善事」の悟りのケーキを追ってみましょう。 表現、痴漢善事、死から与えられた父母・未生以前の一句が分からなかった。博識でありましたが、知識がさっぱり役に立たず、落胆して、死のもとを去り、湖北省に行きました。尊敬する南洋、越中国死の墓盛りをしながら、修行を続けておりましたある日。掃除をしている時に、瓦礫が丈にあたって、家値、 おお聞こえた死から与えられた父母未生以前が分かった瞬間です父母未生以前新しい言葉が出てきましたこうして新しい言葉に遭遇した時何かまた知らない別の価値観があるのではないかと思うものです新しい価値観などというものはないのですが自信がないのでネットで検索して 自分が理解できそうなところを取り入れて、知ったかで公表する人がおられますけども、それは、学者もどきのすることで、仏道を歩む人のすることではありません。和尚が、父母、未生以前、理解し難いことを言われたのは、弟子の字が劣るためです。分別を起こさせないように指導している、と説明した方が、分かりやすいでしょうか。 ですから言葉を集め理論を組み立てるような真似は汚職の指導とは真逆の方向ということになります自分の考え人間の計らいを取り除くためだと分かれば余計なことを考えずに事実に基づいた行動をとりますひたすら真実に基づいた生活を送ることになります真実というのは悟った側の人の境地なので ひたすら事実に基づいた生活を過ごすことになります。これが修行です。ちなみに、ネットで、父母、未生以前を検索しましたところ、大概が的を外していますね。Google 検索で、一番に出てきたことバンクの説明をご紹介します。読み、部も未生以前。聖戦版、日本国語大辞典、部も未生以前の解説。 父母未生以前とも、仏語。自分はもちろんのこと。父母も、まだ生まれない前の、い。相対、差別を超えた、本来の事故を言う。父母未生前。消防二百1231-53、実法。事故とは父母未生以前の美行なり。とあります。父母、父母、伝統的な読み方がありますが。 現在の父母の表記では父母と読みますので父母でよかろうと思います問題は父母もまだ生まれない前の意味という説明ですねこれでは言葉を繰り返しただけで何も説明したことになりません相対差別を超えたうんぬんに至っては抽象的で何のことだか伝わりません 弟子や行進を悟りに導く心遣いが感じられませんこの類の説明は哲学者に多いですね文字のうちに求めることなかれ善は実践です狂言四官善事余計なことを考えずに掃除をしていたからこそ音が音として聞こえた妄想を交えず事実に基づいて生活を送っていたからこそ 耳に届いた音に自我がついてないことを発見なされたこれが父母未生以前の意味になりますあとは実践していただいてああそうだったのかと実感していただくしかありませんマナコで見て悟られた霊雲四言禅師耳で聞いて悟られた狂言四寛禅師次は 花でかいで悟られた番敬、ようたくの番ですが、前に動画をアップしたばかりなので、覚えておられると思います。いずれも、鈴木大拙先生が言われるような、悟りの体験をする前には、高度の心的集中がなければならないというものがありませんでしたね。こう話したからといって、鈴木大拙先生より知っているんだとか。 俺のの方が悟ってていいるるんんだとかを主張しているのではありません東大出や社長の肩書きに「騙されるな」「邸宅の大きさ」に「騙されるな」「美男美女の美醜に騙されるな」「多額の寄付をすればするほど神がお喜びになられる」とかのフィクションに騙されるな何者にも騙されない人になれ臨済善事の意思をお伝えしたいがためであります 真実を見たこのコが真実を聞いたこの耳が真実を嗅いだこの鼻が妄想をバッタバッタと一刀両断していくのであります結果何者にも騙されないようになってまいります舌で味わって悟られた方体で感じて悟られた方のご紹介がまだ済んでおりませんがおしゃべりが長くなりましたので今日は この辺りでおししままいにします気になる方は残りの禅師を一度訪ねてみてください。ふうと気が抜けている時に人間の計らいがない時に真実を自分の五感で受け止めている様を発見すると思います。知らんけど今関東圏で知らんけどの言いぐさが流行っております。 内容が少しし変化ててきているようですね話したものの責任を持てないが元々の意味です関西人が普通に使っているように思われがちですが普通には使っておりません話を面白くしたい人が知らんけどを使います生活が多少苦しくても笑いで吹っ飛ばしていくたくましさが関西人にありますね あなた様ご自身がご自身の原に美絶心意で発見し自覚できましたら本物の悟りですこれは知っています本日11月11日は鈴木大拙先生の生誕日にあたります明治3年1870年 金沢でお生まれになりましたので生誕152年ということになります鈴木定太郎青年明治21年1888年富山国体寺の雪問延焼禅寺に参戦この時二十歳にも達していません明治24年1891年鎌倉円覚寺の今北高専禅寺に参戦 何が彼を動かしたのでしょうか。学校を辞めて3,000、後にまた学校に入っておりますので、苦学なされながらも、仏道を歩まれている姿が、まぶたに浮かびます。何より仏教のご先輩であり、善のご先輩であります。心よりご尊敬申し上げます。合唱・礼拝。